までねメイク動画を撮ろうと思って、あのメイク動画をたくさんね今までも何回も撮ってたんだけど、なんか全然いいものが撮れなくってでももうなんかそう、そろそろ本当に出したいなと思ってたから、あのもう妥協してでもいいから、まあ1本目のメイク系の動画だしってことで、はい。で、あ、そうだ、さっきね20時にも動画が上がったのでぜひ見てください、お願いします。こんな顔してたんですね。そうですよそう、あ、おしゃべり会も皆さんありがとうございました。2月のねおしゃべり会はねもう2日間だけかな、あのこの前で終わってしまったので、次皆さんとお話しできるのは3月になるんですけど、それまでね私も一生懸命頑張りたいと思うので、皆さんもいろいろお仕事だったりとか、あの家事育児その他もろもろ、あのひのちゃんじゃないですけど、はい、あのなんか皆さんそれぞれお忙しいと思うので、それぞれお互い頑張っていきましょう。はい、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、あ、嬉しい、ありがとうございます。なんかねおしゃべり会でおしゃべりしてると、なんかファンの方めちゃめちゃ忙しい方ばっかりで、本当にねみんな忙しそうだったの。なんかだからすごい、あーなんか大丈夫かなって思ったんですけど、皆さんあの体には気をつけてお過ごしください。世の中ってこんなに頑張ってる方がたくさんいて、社会を回してくださってるんだなってなんかすごい思いましたね。深々と思ったんですよ私が。そう、明日もお仕事なの？わあ、明日は祝日のはずなのにね、お仕事もある人もそうだよね、いるよね。あらららら、明日休日出勤になりました。結構いるんですねそういう方、頑張ってください。YouTube ね、あのそうなんです、岡田社長に電話突然させていただきました。突然って言うんですね、知らなかったですでもなんかバレちゃいました、ドッキリで、あの撮影 YouTube の撮影でやってるんじゃなくて、ガチな悩み相談をしてるような電話をかけて、すごい本音をたくさん引き出そうと思ってたんだけど、ちょっと難しかったですそう、難しいです。やっぱなんかちょっと、でも今だったら絶対できる気がする、できる気しかしないです、今だったらね。なんかでも今やったら多分バレちゃうから、時間がね、そう感覚があれなので、雑音ね、あの雑音絶対入れといた方が良かったですよね。ガタンコトーン、ガタンコトーン、ガタンコトーン、それがあったら絶対バレてなかった
そうそうです、そうです。ハートありがとうございます。ねえ、あ、新幹線はガタンゴトンとは言わないか。シュワーンって感じ。あ、シュワーンっていうのか。シュワーン、シュワーン。え？田辺先生だ、こんばんは。すごい、いらっしゃる。いや、もうちょっとでしたね。わかります、もうちょっとだったんです。本当に新幹線だってなりますね。シャーシャこんばんは。すごい、おでこはあのあれです、髪の毛が前髪を巻きすぎ、これを使ったら巻きすぎちゃったからこうなってるだけであって、そんなに気にしないでください。私もこうやって喋るしかなくなっちゃう。だるまさんありがとうございます。もしかして新幹線の中から配信中。すごい、あ、これだったら新幹線の中だって思わせられるんですね。シュワーン、シュワーン、もしもし。あ、そうです、今新幹線のデッキの中からあの電話をつながせていただいていて、シュワーン。そうなんです、ご相談なんです、シュワーン。いいですね、これでバッチリ。これはもうシャキーン。もう分かんないです、自分が何なのか。勝ったな。これでいきます。はい、ファンタ飲んでるみたい。ファンタ紙一重ってことですか。新幹線とファンタは紙一重。空飛んでそう。紙一重。スリー。どういうことだ。グレープ味だ。フォー。ファンタ。コーラ。今日陽気で可愛いね。陽気。マックスファンタゴ。トキマックス。新幹線はファンタからヒントを得たんだよ。ああ、怖くなってきた。やばい。よいしょ。
サンタでも空を飛べます。どういうこと？で、だるまさんありがとうございます。今日アップされた YouTube めちゃくちゃ面白かったよ。ありがとうございます。今日アップされた YouTube ね、見ていただけたら嬉しいです。何このガチャガチャしてる、ガチャガチャじゃない、ガチャガチャのやつ、ガチャガチャみたいなカプセル。ハートありがとうございます。社長との仲めっちゃいい。いや、いやって言ったらあれだけど、私は岡田社長となんか最近ようやく打ち解け始めたくらいなの。あの本当にオーサムが発売されてくらい。それまではあのかなり私も猫を何十万枚もかぶりながらお話しさせていただきました。今は猫をかぶる枚数は2枚くらいかもしれない。あれでもかぶってます。あ、今日は猫の日、あ、そうなんです、今日は猫の日ということでその話を絡めて話させていただきました。多彩でしょハルルン。たまたまじゃないよ。そう、猫の日を意識して後付けひどい。岡田社長ちゃんと対応してて偉いと思った。対応しててね。ねえ、そんななんか冷めた言い方しないでくださいよ。ちゃんとあの、まあ、私だけに限らずスタッフさん皆さんすごいメンバーの話を親身になって聞いてくださるんです。そう、でもはるかの話を親身になって考えてくださることによってあのキャラがはるか寄りになったみたいなスタッフさんもいました。そう、だから私の話を聞くととってもいい人だってことがバレます。私の話を親身になって聞いてくれる人はとってもいい人です。そう、いやでもすごい分かりやすいと思った。なんかここだけの話なんですけど、その YouTube の中でその岡田さんが言っていらっしゃっていたあの色の話、こうまだらに色を点々点とつけてそれをこうなんか最終的に見た時にあのすごい芸術的というか綺麗な絵の具みたいな言ってたじゃないですか。その話すごい響きすぎて前取材の時に使いました。それはまだ誰にも言ってないけど誰かにバレたらちょっとなって思って、さそう、あのあたかも自分の言葉のように言って言いました。取材していただいた時にそう、あの後でなんかファンの人とかにちょこちょこバレるよりちょっと先に言っとこうかなと思いました。いや、あの吸収して言ったからそういい例えだなと思って。私の作った例えですとは言わないじゃないですか。例えばこうですよねみたいな、そう、引用リツイートみたいなものです。そう、そう、
参考にさせていただいたんです。それはまだ誰にも言ってないから、まあ多分大丈夫ですはい、なんか絵の具の話ですね。 NGT のそのあるべき姿というか、こういう色、私色の話好きなんですけど、大事じゃないですか。その色ってその見える色ももちろんそうだし、なんかこういうそのパっていう名前のついた色じゃなくて、こうな雰囲気とかビジュアル的なイメージ的な色もそうじゃないですか。そう、そのグループの色ってって質問したら、岡田社長はこうなんか一色パーンっていうよりかは、いろんな個性のいろんな色がこう丸として置かれて、それがこう全体的に引きで見た時にね、こうなんか綺麗じゃないですか。いろんな色の大きさの違う、それぞれ違う個性のある色、大きさの点がダダダダダンと、はい、すごいそう思うなってすごい思いました。なんか深いなって思いました。なんかなんだろう、だからこう無理に合わせようとしなくてもいい、無理にみんなで一つになるというよりかは、足し算というよりかは掛け算、いろんな色があって、せっかくそれぞれが綺麗な色なのに、こう何でもかんでも混ぜてしまったら、こう黄土色というか結構濁った色になっちゃうじゃないですか。なんだろう、赤と青を混ぜて紫になったりとか、そういうこうね、計算された色とかいい組み合わせとかだったら、あの新たな色ができるから、それはそれでもちろんいいんだけど、みやみやたらに全部を混ぜようとしてしまうと、個人個人の綺麗な色が濁った一つの色になっちゃうから、こうね、自分がちょっと変わってるなって思ったからといって、それを消すとかみんなに合わせるとかしなくてもいいんだなということを、はその岡田さんの言っていることよりも一歩先の私の応用編として自分が思ったことです。これだったら全然自分の話として話しても全然いいですよねこれだったらいいですよね。そうだよね。あの取材の時はちなみにそれはまだね、あの思いつかなかったはい、今思いついたから言ってみた。いいこと言うなたぶん岡田さんの話はそういう話も含んでた。なんだって？もう一ねじり、もう一ねじりないかだ。なんかそのパレットは、じゃあその一回色がついたらパレットはあのもう割とシミがついちゃうけど、あ、ちょっともう何でもないです。ポンコツな君が好きだを歌わせていただきます今時間何分ですYou're welcome.
ありがとうございます。よいしょ、うん、お抜けました。それでは条例の復唱をしていきたいと思います。よいしょ、はるか村条例復唱いくぞ。お、村から出ない、村から出ない、村で過ごす、村で過ごす、村で村の外の告知をしない、村で村の外の告知をしない、はるかに集中、はるかに集中、村から出ないというより出れない、村から出ないというより出れない、見えるのははるるんだけ、見えるのははるるんだけ、村でエンジョイ、村でエンジョイ、はるるんは優しい、はるるんは優しい、はるるんをそれはそれは熱く押す、はるるんをそれはそれは熱く押す。はい、ありがとうございます。ということで、よいしょ、皆さんありがとうございます。それでは、壇上の方をお呼びしたいと思います。13位ランドセルお兄ちゃんさん、12位しんいちさん、11位としやさん、10位夏目さん、9位マキアートさん、8位翔太さん、7位 SS さん、6位おしょうさん、5位ひよぽんさん、4位いかっちさん、3位よしさん、2位かんくろうさん、1位お好みは普通でさんです。皆さんありがとうございます。急遽だったのに通知を聞いて来てくださってありがとうございます。お久しぶりになってしまいすみません。それでは皆さん今日もお疲れ様でした。明日は祝日なのでお休みの方が多いかなって思うんですけど、さっきコメントでなんか明日もお仕事だっていう方もいたので、皆さん頑張ってくださいそれでは今日も見てくださってありがとうございました。あ、そうだ、あのはるか村のグッズについてね、また今度お話ししたいなって思うんです。ぜひ配信で作戦会議させてください。いつ切れるのかハラハラしてる、どうしよう。おやすみなさい、またね。もう終わる、もう終わっちゃう、もう終わっちゃう、もう終わっちゃうかな。